Thank you.
さん、改めましてこんばんは。ありがとうございます。パルスピリッツでございます。どうも、本日はお休みのところ、しかもワールドカップコスタリカ戦控えてますよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。今日ですね、ライブ3年ぶりなんですけども、まあ、今日のライブ、2部編成になってまして、ちょっと中休憩挟ませていただいて、ライブの方をやらせていただきます。ちなみにですね、ここで我々リーダー岡田マサルより一言二言言わせろ、俺に言わせろということですので、ちょっと MC ちょっと交代したいと思います。ではリーダーお願いします。こんにちは、パルスピリッツです。眩しい。ですね、久しぶりにここでライブをねやらせていただきます。もうね、3年半ぶりここでやらせていただくのはあります。もうコロナがありましてね、なかなかバンドも思うようにいかなくて、もうこのまま消滅しちゃうんじゃないかなと思って、これはちょっとやばいぞと思ってね、私がね、強引に皆さんを引っ張り出してライブやろうぜってことで半年間練習しまして、もうね、昨日までね、今日の朝誰かコロナのメンバー感染したらもうできなくなっちゃうから、もうヒヤヒヤでね、もうね、夜も眠れなくて、でも朝誰も電話、LINE 来なかったんで大丈夫なんだなと思いまして、よかったです。はい、ですね、まあちょっとこんなコロナとね、ワールドカップの最中に、このバンドのライブ来てもらいまして、まあ、このバンドの方が魅力があるってことでいいんでしょうかね。はい。じゃあここでね、メンバー紹介させてもらおうと思います。まず前列から、じゃあトランペットいきましょうか。今日はね、のっけからもすごいハイトーン聞かせてもらいまして、トランペットはあれですか、なんか噂によるとすごい持ってるって話ですけど何本ぐらいですか？30本ほど。さっき40本って言ってたんですけどね、なんかセカンドになったら10本減っちゃいましたよ。トランペット、蓮沼健一郎。もう一人、トランペッター、今回このライブ初めて参戦してもらいました。噂によると BTS のアーミーだっていう情報を聞きつけたんですけど、こんな親父バンドに参加してもらってありがとうございます。今日最後ってことはないですよね、なんか来てがっかりしてませんか？大丈夫ですか？ちょっと私から一つリクエストなんですけど、いいですか？太極拳のすっごい人なんです、この人、有名な人。ちょっと肩を見せてください、肩。ちょっと一回、ちょっと。イエーイ。トランペット、小島ゆかり。お兄さん、ボクちゃん、ボクちゃん、自分で言った歌にトロンボンに大活躍ですけどね、今日もね、どんな歌声とトロンボンを聴かせてくれるんでしょうか。佐久間圭一。じゃあサックスいきましょう。今日もいっぱい楽器がありますけどもね、大体このバンドの、譜面を作ってくれてるのはこの人です、ね。まあ、大体耳コピでやるんですけど、大体全部起こしてくれるんで、これからもよろしくお願いします。サックス、榊原弘樹。もう一方、今日はですね、なんかベースじゃなくて光るものが目の前にありますけど、浮気したんですか、ベースからサックスに？この人本当器用で何でもやるんですよね。このバンドで初めて、ベースも始めて、サックスを始めて何ヶ月ですか？ 3、4ヶ月でステージ上がっちゃう。すごい仕事しますね。あれ、今日はじゃあね、今日親子共演なんですよ、実はね。呼び込んでもらいましょう。みゆちゃん、どこにいますか？はい、はい、こちらですね、こちらです。はい、お名前と年齢、あ、何年生？中2です。わお。中2でベースデビュー。すごい、将来有望ですね。皆さん、今のうちにサインもらっておいた方がいいですよ。将来ね、大化けするかもしれない。じゃあ、ベース、まずね、じゃあお嬢さんから、堀家美優。お父さん、堀家ジュリア。イエイ。後ろ行きましょう。ギタリスト、今日はもう何杯ビール飲んでるんですか？
2杯、2杯でギター弾けるんですか。もうちょっと飲んだ方がいいですか。大丈夫ですか。ビール大好き小山純。後ろ鍵盤いきましょう。今日はね、初めてダブル鍵盤実現しまして、今回から2人鍵盤ですね。ピアノ担当、小暮良治。ファーストの時はね、名前のカンペ持ってたんだけど、どっかになくなっちゃったんですよね。セカンド、今回から、新加入です、及川健介。はい、バック行きましょう。パーカッション、今日はこんだけしかありませんけど、家にはもうね、打楽器がもうすごいいっぱいあるんですよ。ティンパニーも持ってるんですよね。バスドラムもね。マリンバとか何台ぐらい持ってるんですかね。マリンバ2台、シロフォン4台だそうです。じゃあ次のいつかライブでそれね、使ってもらいましょうかね。パーカッション梅原孝夫。最後パーカッション、パーカッションじゃねえ、ドラムス岡田勝です。このメンバーで今日ね、一人メンバー本当は実はいなくてね、低音大事なやつがねサボってね、今日休んでんですよね。すいませんね、本当ね。誰だろうね。あいつだ、あいつだ。じゃあ今日はこのメンバーでお送りします。よろしくお願いします。娘と共演です。ちょっとその代わりに歌わせてもらうことになりました。そうですね、ちゃんと歌えなくても聞かなかったことにしておいてくださいね。許さない。楽しいね。ちょっとここガムテープ見ちゃったんですよ。通り過ぎてゆく、バンバン
Thank you.
まして、この休憩タイムに入らせていただきます。15分間だけすいません。ちょっとマサルさんのちょっとね、ちょっと体力が持たないもんで申し訳ないです。すいません、申し訳ありません。15分後にまたお会いしましょう。よろしくお願いします。分かる。ありがとうございます。
笑ってるし。ボリュームの調整もできる。ビブラートは何かかかりますか、これ。なんで楽しようって。
ございます。いや楽しい時間も時が過ぎるのは早いですね。実はこれで最後の曲となってしまいました。早くない？まあ最後ね、最後の曲といえばやはり我らが兄貴榊原先生に締めてもらいたいと思います。しっとりエッチなやつよろしくお願いします。で皆さんお楽しみくださいませ。ありがとうございます。
ありがとうございます。アンコールありがとうございます。もちろん用意してございます。すみません、ありがとうございます。ではちょっとアンコール、またちょっとみゆちゃんが中学校2年生でもデビューですよ、ライブ初めて、初デビュー、素晴らしい。誰か一人タンバリンやりたい人、どうぞステージに上がってきてください。飛び入り参加 OK。 誰だ誰だよ、ここに乗りたい。タンバリン奏者、あれ宮川先生、あ宮川先生絶対できるわ。タンバリン奏者、あれミヤちゃん急に、何やるか分かんないよね。大丈夫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 、円から円か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 、あちょっとこれこれじゃね、大丈夫、やったすぐさその癖、おめろ、おめろ、おめろ。
キーボード追いかけて。ワリワリワリよ、やりやりやりや。ここで改めて、ね、メンバー紹介いきたいと思います。コンセクションがいます。トランペット小島ゆかり、同じくトランペット蓮沼健一郎、トロンボーン佐久間圭一でございます。でセクシーダイナマイト榊原ひろき、飛び入り参加のフルート、カルメンサカオ、イエーイ、オーケー。そしたらリズムセクションいきます。ピアノ、素晴らしい、ね、素敵なソロを弾かせていただきました小暮良治、はい、はい、おいちゃん、ありがとうございます。今日はありがとうございます。キーボード、及川健介、パスプリッツの音楽番長小山ジュン、はい、ここセクショフォン&ベース堀池ジュニアのお嬢ちゃん堀池美優ちゃん、イエーイ、はい、後ろパーカッション梅原貴雄の奥さん、梅子さん、そして、我らがバンマス岡田マサル、あ、そして、僕の幼稚園からの幼馴染、みっちゃんです。以上、パルスピリッツでした。
Okay.